皆さんこんにちは、エンターアートの大阪ゆかりです。今回は生理についてお話しします。私ダンサーなので、生理中でも激しく踊らなければならないことももちろんありますし、あとダンスの公演で生理中に慣れない土地に行っているなんてこともたくさんあります。そんな私がどんな対処方法をしているのかを皆さんとシェアできたらいいなと思ってこの動画を撮っています。ダンサーだけじゃなく女性の方、特にこういった話題をオープンにしづらい若い方の参考にも少しなればいいなと思っています。よろしくお願いします。それでは行きましょう。今もナプキンかタンポンを使う人が結構多いと思うんですけれども、私はもともとバレエダンサーをしていて、レオタードのように体にフィットするダンスウェアを着ることが多かったので、ティーンエイジャーの頃からタンポンを使っていました。タンポンの方が、レオタード着た時に見た目に響かないのと、あとナプキンのように動いた時にずれて漏れる心配がないので、タンポンを主に使っていました。量が多い日で、なおかつリハーサル時間が長くて、いつお手洗いに行けるかどうか分かんないから心配みたいな時は、タンポン、スーパーサイズのタンポンをつけて、薄型のナプキンもつけるようにしていました。で、先週投稿した動画でレオタードを着る時には、基本的にはノーパンですよっていう話をしたんですけれども、そういうね、生理中のそういう場合は、ダンス用のパンツを履いてナプキンをつけたりもしていました。今はアウターに響きにくい生理用パンツもあったりするので、これからその話もするんですけれど、そういったものをね、使うのもいいんじゃないかと思います。で、このタンポンは着用時間が決められていて、長時間つけすぎると病気になったりする可能性もなきにしもあらずなので、皆さん気をつけていただきたいんですけれども、やっぱり私自身こう程よいタイミングでね、お手洗いにリハーサル中に行けなかったりとかして、きっとね、皆さんも会議中でタイミングよくお手洗いに行けなかったとかあると思うんですけれども、ちょっと心配だったんですね、タンポンを頻繁に使うことが。ということで、タンポンとナプキンを使うのをやめました。今は主に月経カップというものと、あとシックスという生理用パンツを使っています。月経カップも生理用パンツも徐々に日本でも浸透してきているのかなという感じですけれども、ニューヨークの私の周りのダンサーは結構みんな使っているアイテムです。月経カップはこれぐらいのサイズの円錐形のシリコンのカップなんですけれど、このシリコン製でね、形を柔らかく変えれるので、折りたたんで膣の中に入れて使う生理用品です。タンポンの代わりって感じなんですけれども、タンポンは綿が血を吸って一回一回使い捨てなのに対して、この月経カップはカップの中に血を溜めて、それを取り出して血を捨てることで、このカップ自体は繰り返し洗って使えるものです。洗うのは、石鹸とかで洗ってもいいし、生理終わって次の生理まで置いておくときは煮沸消毒などすると良いそうです。もう一個のシンクスという生理用パンツは、クロッチの部分、お股の部分ですね、が水分を吸収する多重構造になっていまして、これ1枚、パンツ1枚履くだけで、生理用ナプキンをつけてるのと同じように使えるんですね。で、使い捨ての生理用ナプキンは使ったら捨てちゃいますけれども、このパンツは洗って繰り返し使えます。この使用後はね、血を吸っている場合はつけ置きしておいて、それでそれを洗濯機で洗ったらまた繰り返し何度も使えるという形です。で、私は量が多い時は月経カップをつけて、で、この生理用パンツを履くっていう風に使っていますし、そうでもない時は月経カップだけ使ったりとか、生理用パンツだけ使うこともあります。なんか割と量がそんなに多くないダンサーの人は全然シンクス、生理用パンツだけ大丈夫よみたいな人もいるみたいです。結構使い捨てのナプキンとかタンポンってプラスチックをたくさん使われているし、化学物質もたくさん使われているそうなんですよね。それに比べて、医療用にも使われるシリコンで作られている月経カップとか、衣類と同じ素材でできている生理用パンツは、体にも優しいし、環境にも優しいし、お財布にも優しいということで、
私も気に入って使うようになって、もう5年ぐらい使ってるかな。ニューヨークのダンサーもそういうね、健康とか環境に気を配る人が多いので使う人が多いです。何よりも使い捨てのナプキンとかタンポンを使っている時って結構不快感があったんですけれども、そういう装着時の不快感が全然ないので、私はかなりそれだけでも気に入っています。で、あとこう一回買ったら長年繰り返し使えるので、こう頻繁にあ、そろそろナプキン切れるから買わなきゃいけないとかを考えなくていいこともめっちゃ楽。それは結構めっちゃ楽です。こういった月経カップとかシンクスをはじめ、ナプキンの代わりに使える生理用パンツの会社ってたくさん今はあるので、日本でも手に入りやすいもの、良さそうなものを概要欄のリンクに載せておきます。画面下の三角マークをポチッとしていただけると概要欄を見ていただけます。生理痛対策なんですけれども、以前は鎮痛剤を飲んでいました。ある時から体質が変わったのか、鎮痛剤を飲むと気持ち悪くなるようになってしまって、なるべくお薬を使わずに自然の方法で対処しようというふうにやっていまして、で、生理痛対策のアイテム一つ目がこちら、シナモンティーです。シナモンには血行促進を促す効果があるので、生理中にも体を温めてくれて生理痛を緩和してくれます。私が持っているのはシナモンスティック、シナモンこの棒状のものじゃなくて、こういったなんていうの、クズになっているもので、これをお鍋に水と一緒に入れて弱火で煮出すと、すごく甘くて美味しいシナモンティーができます。こういうのがあんまりね、安くで日本で売ってないかもしれないので、シナモンパウダーをミルクとかに入れて飲むのもいいかなと思います。そして生理痛対策アイテム2つ目はこちら、ただの何のパッケージもないボトルで申し訳ないんですけれども、アロマオイルの一つ、ラベンダーの精油です。アロマオイルにはその植物の種類によっていろんな効果、効能が違うんですけれども、このラベンダーには鎮痛作用というものが含まれています。アロマオイルって基本的には肌に直接つけてはいけないんですけれども、このラベンダーに限っては肌に直接つけてもいいということなので、こうね、リハーサル中でお腹が痛い時とか、少し肌につけたりとか、ダンスウェアとかでちょっと油染みがついても大丈夫なものだったら、そういったものにつけたりもするんですけれども、そのようにして使っています。アロマオイルはその人の体質、体調などによって使っちゃいけないものとかもありますので、勉強して、あとお医者さんと相談したりとかして、使うようにしてください。妊婦の方は使わない方が良かったりとか、あと小さな動物を飼ってるお家ではアロマオイルを炊かない方が良かったりとか、例えばこのラベンダーオイルは血圧を下げる効果があるので、すごい低血圧な人は使わない方がいいんじゃないかなと思います。体質に合うという方は試してみてはいかがでしょう。そして生理痛対策3つ目のアイテムがこちら、こういったボールでマッサージをします。そう、よく使うのはこういったゴルフボールとかテニスボールを使うダンサーの人が多いんですけれど、私はたまたまこういったね、スーパーボールみたいなのを手に入れました。これでこういったボールを、サイズは好きなサイズでいいんですけれども、背中に当てて寝転がってゴロゴロしてあげるとめちゃくちゃ気持ちいいです。で、結構痛みが緩和されます。で、こういうゴルフボールとかテニスボールは簡単にスポーツ用品店とかでどこでも手に入ると思うので、ぜひやってみてください。あと以前腰のエクササイズも紹介していまして、その中でもこの腰のエクササイズ生理痛にもいいですよっていう風に言ってたと思うんですけれども、腰をね、細かくいろんな方向にほぐしてあげることで、こう
生理による腰とかお腹の痛みの緩和につながりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、私はこういった生理痛対策のアイテムを使っています。どれか一つでもね、お役に立つものがあれば幸いです。あと、月経カップと生理用パンツですね、繰り返し使えるのですごくおすすめです。月経カップを使うときは、手をきれいに洗って清潔な状態で使うようにしてくださいね。慣れるまでは挿入するのが少し難しいかもしれませんが、慣れたら全く違和感なく使用できるので快適です。どんなに辛くてもお腹が痛くても頑張らなきゃいけない日もありますけれども、少しでも皆さんの生理中が快適に過ごせるといいなと願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。エンターアートの大阪ゆかりでした。バイバイ。